まあ、キャンプに関しては、特に選手が、君たちが、主役になっていくと思います。で、やっぱり君たち自身がこんだけの人数集まって、自分たちでどんだけできるかというところが成長のポイントになっていると思うので、グローブ、このちょっと今話題になっている、このエレボスのグローブ、これ、極力これ使ってください。レクチャーを夜、今日の夜と明日の夜します。その時に、T シャツ揃えたいので来てください。こんにちは。こんにちは。鹿児島校の達平コーチです。まあ、毎年キャンプに来て、顔見知りもいると思うんですけど、まあ、今回は一応テーマがあって、さっき鈴木コーチも言われてたんですけど、まずはやっぱ人任せにしないこと。それは中学生も小学生も一緒で、次何をしなきゃいけないか。で、その次、例えば飯があるんだったら、その飯のためにまず準備をでしょ。で、そういうのをいつか何時からしなきゃいけないかとか、そういうのをちゃんと考えて、やっぱ一人一人が行動する。マスク、よろしくお願いします。暑い中ですけど、たくさんシュートが止めれるように一生懸命頑張りましょう。はい、こんにちは。こんにちは。浜田校と増田校を担当している達也コーチです。2泊3日って、長いようでめちゃくちゃあっという間ない。多分去年とかも言っとると思うんだけど、本当にあっという間だからこそ、達平コーチも言ったようにコミュニケーションはどんどん取ってほしいです。こんにちは。こんにちは。マネージャーとして鹿児島から今日来ました。些細なことでもいいので何かあったら声かけてください。頑張りましょう。国会で入ってないね。え、ああ、それね、こう壊れるかもだけど、気をつけて。壊すの得意やもんね、野口さん。壊すの得意。得意よね。子供の時から。これもう撮ってるやつ。撮ってる撮ってる。壊すの得意。この間は3球壊したもんね。ビデオカメラのね。それも運転してて。気分悪い人いる？大丈夫？はい、はい、ゴー。じゃあ、達也、こっち続いて。はい。はい、ゴー。歩いてこう。歩いてこう。はい、歩いてって。乃木コーチ、1日目、はい、担当ですか、はい、どうですか、1日目キャンプ。暑いです。暑いね。え、何が何がトレーニング暑くなってる。気温も気温も気温も暑い。気持ちはこれから。おお、なるほど。ぜひ持って行ってほしいな、夏に。ゴールどれ、あれあれとあれじゃないですか。ネットつけさせたらいいわ。持ってきてで、うん、こっち持ってくる。持ってきてからでほうがいい、うん、ゴール前やっぱ綺麗です。綺麗になりましたね。暑いですね。いや、全然暑くないですか。うん、暑いとか言ってちゃできないじゃん。いや今からもっと暑くなる。乃木コーチまた真面目か。真面目なんですよ、うちのスタッフ。面白くないっしょ。面白みないっしょ。面白くない。めっちゃ汗かいてる。
野木さん、脇汗大丈夫？猛烈。猛烈。まだ入ってない。まさき、あっちの道具持ってきて。あ、空気まだ入れてない。あ、空気入れんといけ。入れてみます。朝、何時出発？4時っす。ちょっと早すぎましたね、出るのが。いらっしゃ？はい。7時でいいと思うよ。ちょっと、プランニング失敗しましたね。ねえねえ、7時ぐらいでいいんじゃない？休憩を思ったより足らなくて、うん、足らない方がいいよ、あのノンブランですよね、うん、なんでそんな元気なさそうな。俺2時だった。2時っすか？うん、上村かやうどあ、ですね、朝9時前に疲れてましたもんね、うん、なんか、気違いすごいですね、それ月1回ですもんね。そうよ、あん、全部、うん、空気入れ、ボール空気入れるからさ、ちょっと待って、置いてて、ちょっと出してて、あそこ、うん、はい、5号と4号と開けておいて、結構飲めよ、はい、結構飲んどけよ、あ、靴の中に入れといて、じゃあ靴、よし、はい、しっかり飲め、じゃあトレーニング始めたいと思います。最初はリレーをします。2の番号、早く100%かかと上がってきた？上がってないでしょ、かかと上がってる？今よし、いくよ、はい、せーの、もう一歩で作ってあげて、 OK、 分かった、しょ、柔らかく、柔らかく、はい、タッチ、はい、前、そう、